こんにちは、ぐるぐるです。今日は八戸環状線の2021年夏版の現地レポートを紹介します。まず八戸環状線について紹介します。八戸環状線は青森県道29号線として総延長約21キロ、八戸市の白金町と八戸市市川町の間を結ぶ環状線となっております。ルートとしてはこのような感じ。桔梗の工業団地や八戸北インター工業団地、この赤い線の区間、天狗台工区、次の動画でこの天狗台工区の詳細を紹介します。ぜひチャンネル登録お願いします。八戸駅の西口、ここに合流して八戸線や東北新幹線の線路を越え産業道路との交差点に至ります。この赤い線で示した区間がこの動画で紹介する白市工区です。田物木にある松園町交差点から八戸インターチェンジ、二ツ谷と中江林の間にある森を抜け、八戸市民病院近くの田向井、新田の住宅街、港高台の住宅街などを越えて白金町の山代水産の前へ至るところが八戸環状線の全線です。それでは今日紹介する八戸環状線の現在工事中の区間、白市工区について紹介します。この白市工区は田物木の松園町交差点から白市の国道454号線産業道路への交差点とつながる区間となります。工事区間の全長は約 1.3km、 途中馬淵川を越え白市町の住宅地西園小学校の脇を抜け産業道路交差点へ至ります。それでは松園町の交差点からサイクリングをしつつ、八戸環状線白市工区の工事現場をそれぞれレポートしていきたいと思います。ここは馬淵川に架かる根城大橋の上です。ちょうど松園町交差点から数百メートルほど、ちょうどこの水道管の水道橋の向こう側に八戸環状線の橋の建設工事現場がありますが、パッと見た感じ、橋脚の部分、冬に見た感じと同じような光景が広がっております。ちょっと真下が馬淵川ですね。雨が降ったせい かなり濁っています。では川を渡って白内方向、西園の小学校の方向へ向かっていきます。気温30度を超える中サイクリングしており、ちょっと休憩として長縄城西病院の近くにある菊屋食堂さんでラーメンをいただきました。食事と塩分補給を終えレポート再開です。根城大橋の下あたりから堤防に上がり、白内工区橋脚工事部分へ目指します。冬に来た時とは違って何やら構造物ができていることが分かりました。現在いる場所を改めて紹介します。馬淵川沿いの堤防のここにいます。はい、ちょうど目の前に馬淵川、その所々に橋脚が立っています。今向いている方向が白山台や市民病院、白金方面を向いています。こっち側が八戸駅や北インターの方向になります。今正面に見えているところ、まあ、堤防や擁壁のようなもの、ここは冬に来た時はなかったような気がしています。で奥の方向で今壁を作って、そこに今土砂を入れてるのでしょうか。これ見ただけでは分かりませんが、では橋脚の下のところへ行ってみたいと思います。馬淵川沿いにあるサイクリングロード今走っています。目の前に八戸環状線の馬淵川へかかる橋脚部分の工事現場があります。 冬に訪れた際はちょうど今正面右手に見える土手のような堤防のようなものはなかったと思うんですけど、これが今新しくできています。草が生い茂っておりますが、今向いている方向が白山台市民病院方面になります。八戸環状線の建設中の橋がちょうどこの上を通ってきて、こっちの方面が
西園小学校八戸駅北インターの方面になります。ちょうど冬に来た際はこのちょうど壁が立っているところ、ここはなかったような気がします。この擁壁の周囲、こちらに新しい堤防ですかね、これが作られています。反対側の方向にもこのように白いブロックが見えるかと思います。ちょうどここ、この真上を道路が通るかと思います。橋脚の端っこ、こっち側はすぐ真後ろが堤防の端っこになっておりますが、向こう側はかなり今こっちを向かって左側のスペースがかなり広く取られています。こっち側の橋脚、日赤病院側の橋脚の端っこがここなんですが、ここの真後ろ、この鉄板の壁の真ん中あたりに今ちょうど立っています。ここで360度カメラで撮影しますので、動画概要欄にその画像のリンクがあります。よろしければそちらもご覧ください。ここからこっち側は何か新しい側道というんですか、何か違う構造物でも作るのでしょうか。現時点ではまだ分かりません。日赤病院側の堤防にまた上がってきました。こっちのスペース広く取られておりましたが、この上から見た感じ、何かここに側道のようなものを作るような感じはありませんでした。一体何ができるのか知っている方がいましたら、コメント欄で教えていただけないでしょうか。それでは次の工事現場へ移動します。八戸環状線の支流地工区の工事を担当している穂積建設の現場事務所、その前に工事の概要書があったので、それを紹介します。こちらに書かれている地図を元にすると、ここが松園町の交差点、画面左側が白山台の方向へ行きます。そこから馬淵川の橋脚工事、ちょうど先ほど上に立っていたところがこの A2 とこの P4、 この間を通っていました。現在おそらくここら辺にいます。一般の市道が八戸環状線の下を通り、こっちの産業道路の方へ合流していきます。現場事務所から支流地工区を移動して、次の工事現場の紹介ポイントを移動します。次に紹介するポイントはここです。はい、支流地工区の少し八戸駅寄りに来ました。ここ冬に来た際は土は盛られていましたが、今よりも背が低く向こうが見渡せるような状況でしたが、現在は高く土が盛られています。ちょうどここの道はそのまま、八戸環状線の下を通るようです。はい、向こうに白山台や八戸インターチェンジ方面に日本赤十字病院が見えています。先ほど紹介してきた八戸環状線の支流地工区、その終点がここです。これ産業道路との交差点、ここまでが支流地工区となります。ただここから見える景色としては特に冬に見た時と何ら変わっていないように見えます。では八戸環状線の支流地工区に引き続き北インター方向、八戸駅の西口の方向へ向かいます。そこから先の区間は天狗台工区となり、八戸北インター工業団地の方へ至ります。天狗台工区の様子につきましては別動画で紹介いたします。楽しみにしていてください。本日はここまでご視聴いただきありがとうございました。